北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンといこう。11月3日日曜日の20時になりました。こんばんは、北欧暮らしの道具店店長の佐藤とスタッフの吉部こと青木がお送りします。インターネットラジオチャポンといこうでは、明日から平日が始まるなぁという気分を皆さんからのお便りをもとに、一緒にお風呂に浸かっているようなトークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。隔週日曜日に配信をしています。はい、11月3日文化の日ということで、文化の日なので、はい、ちょっとカルチャーつながりで、うん、チャポラーさんに私はお礼を述べたい。はい、まずあの前々回終わらぬドラマトークを繰り広げたじゃないですか。でチャポラーさんにもぜひ日本のドラマとか韓国ドラマとか、いろいろ見てる作品教えてください、私たち結構忠実に見てるんでっていうお話を最後にしたら、本当にたくさんの方が ねそうそう、めちゃくちゃあのこれもいいですよっていうのを共有してくれてましたよ ね見たことないのもかなりあったので、そう見たいなって思いました、ちょっとこうシリアスめみたいなものから、考えさせる系ですとか、考えさせる系ですとか、あとは本当にもうひたすら俳優さんがいいとか、なんかいろんなねもういいとしか今ちょっと取りまとめていいという2文字でしか言えないんですけど、まあ、いろんなこう推しだったりね、なんかいろんなお便りいただけて、今ドラマがね私の中で積まれてる状態、まだ見ぬ積んどくみたいなね、積んどくみたいな状態で積んドラマ、これ雨の週末があったら、ずっと見れるよね、見れるよね、積んドラマこなすぞっていう欲しいな、その日欲しいな、欲しいですね。なので本当に、あの皆さんたくさんね教えてくださったり、あと私たちがお話ししたドラマそれ好きですとかってね、結構共感のお便りもたくさんいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあですね、今日は少し前に予告もねさせてもらっていたんですけれども、クラフトパルメザンチーズのお取り組みで、当店ご一緒させてもらっている森永乳業さんに、スポンサードをいただいてお送りする回となります。これまでも北欧暮らしの道具店の YouTube とか Instagram で、森永乳業さんと一緒にクラフトパルメザンチーズを使ったレシピをいろいろご紹介する動画とかコンテンツ作ってきたんですよね、はい、いろんな私たちも大好きな料理家さんにたびたび登場してもらって、なんかその料理家さんと一緒にレシピを考えてお届けしたりしてきたんですけど、チャプラさんの中にも見てくださったことある方いらっしゃいますかね、なんかあの吉部さん作ってみたものとかってこれまでもあったりされます？あるある。あ、本当？かけるだけ系のやつはいくつか作ったことがあって、なんか直近のコンテンツで上がってたのだと藤原奈緒さんが教えてくれてた、黄金比で作る万能チーズソースっていう、あの見出しがついてるレシピだったんですけど、パルメザンチーズとオリーブオイルと米酢を2:1の割合で入れて、なんかニンニクのすりおろしもちょこっと入れると美味しいよって書いてあったのでやってみたんですけど、あのなんだろう、塩味ちょうどいいじゃないですかチーズが、でそこにちょびっとだけ入れるニンニクっていうのがなんかこの香りがすごいよくって、美味しさに奥行きがあるじゃないけど、ちょっと目先が変わって美味しいな、で家族からも好評だなっていうのはなんかちょっと楽しかったです。あ、そうですよね、なんか、結構子どもの頃から本当にずっと家庭にある、そうそう、調味料材料、なんて言ったらいいんでしょうね、パスタの時に食卓にポンと置かれてるっていう存在だったなと思って、そうだよね、なのでまさにこう当たり前のようにというか、ずっと近くにありすぎて、今吉部さんがくしくも奥行きっていうワードを発されましたけれども、もうちょっとこの年齢になって奥行きを知るなんか機会に、私たちにとってもちょっとなってて、なんかいつもそこにあったものをもう一回なんかこうめで直すみたいなのって、すごいなんか幸せなことだなって思うシーンがチーズ以外もなんか結構ありません？なんかこうずっとそこにあったんだけど、違う角度から見たら、あ、こんな魅力、こんな顔もあったんだって、なんか人もそうじゃない、結構、確かに近いほどね、よくわかんないけどね、そうで、この粉チーズってあのパスタにかける時とかにしか、うちの実家でも
なんか食卓にポンって置かれることってあんまなかったような記憶で、うん、今自分の家庭を持っても同じような感じだったんですけど、うんうん、実は本当にいろんな使い方で日々のパスタ以外の料理にも相性が良いということなんだそうです。だそうですよ、はいはい、で今回は普段チャポラーさんがどんな風にこの粉チーズを使っているのか、チャポラーさんの声を聞いてみたいということで、事前に私の好きな粉チーズの食べ方というのを募集させてもらったんですよね、はい、で本当にたくさんのね、ご応募というかオリジナルレシピを、はい、チャポラーさんがシェアしてくださりまして、そうこうやって食べると美味しいですよ、うちではこれが定番ですっていう、なんかこうなんだろう、あったかい出来たて熱々みたいな、こう勢いのあるコメントをお便りたくさんいただいたので、うん、みんなめちゃくちゃ好きなんだっていうのが分かったのと、うん、あとそんなにレシピ蓄えてるんだっていういや尊敬に値しますよね。尊敬しちゃって本当にすごいなと思って、なんかやっぱりレシピとかも持ちネタが驚くほど少ないままこの年齢になってしまったんだけど、うんうん、はい、これだけ世の中にレシピを持ってる人がいるという事実に心強ささえ感じておる。すごいよね、はい、だから本当に少しでも同じようにレシピが自分の中からはそんなに出てこないっていう自分みたいな方がもしもいらっしゃったら、どんどんシェアしていく使命を果たしたいよね、うんうん、果たしたいということで、今日はですね、いただいたお便りの中から3通ほどレシピをご紹介させてもらえたらと思っています。本当は本当たくさん読みたいんですけどね、時間の関係で3通ほどご紹介したいと思います、はい、後半ではまたちょっとこのパルメザンとは別でですね、時短でも美味しい料理、家事を上手に楽するにはというちょっとだけ関連性のあるテーマで、いつものトークも吉部さんとしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。では早速吉部さん1通目のお便りとレシピというんですかね、はい、はい、お願いいたします。静岡県にお住まいのラジオネーム太陽母さんさんからのお便りです。育ち盛りの男子2人の母です。小学生の兄弟はサッカーをしていて、体作りが目下の課題、おやつや補食のおにぎりにもプラスアルファの栄養をという母心から、粉チーズ入りのおにぎりをよく作っています。炊きたての白ご飯に粉チーズ、鰹節、すりごまなど常備しているあれこれを混ぜ、醤油をたらりと垂らしてから握ります。チーズは洋食だけでなくコクと塩味が和食にも合うので、いろんなメニューに取り入れてカルシウムも美味しさもアップできるので重宝しています。中でも粉チーズ入りおにぎりは作るのも手軽だし、食欲のない時にもペロリと食べてくれるのでよく作っています。はい、静岡県の太陽母さんありがとうございます。ありがとうございます、ね、え、サッカーをしている育ち盛り男子2人のお母さんでいらっしゃるということで、これも初耳です。これすごい ねよく思いつかれたな、うん、どうしてそういう発想が出てこられるんだろうね。鰹節すりごまってまあわかるじゃない。わかるわかる。そこにさ、粉チーズいいれよってある時、うん、思ったんですよね。そうなんだよ。それかさ、なんかこれ割と伝承されてるのかね。ね、もしかしたらだからこの太陽母さんの太陽母さんっていうか、うんうん、その、はい、もしかしたらこれを作っていて食べてたとかなのか。うんうん、でもさ、友達ん家でさ、うん、おやついただいた時にうちとは違うみたいな新鮮さあったじゃないですか。ありましたね。なんかああいうのからあれ美味しかったよって言ってまた伝承がつながっていくのかね。ね、そうかもしれないね、うん、でもこれは結構明日というかもう家に大体あるじゃない。ある。多分今日か明日からこのラジオを聞いて作ってみる人が結構続出な。いそうだ ね料理っていうよりおにぎりに混ぜるってことだから、うん、これは本当に私にも優しいななんか半端に残るご飯あるじゃないですかあるある。あれをちょこっとこうパクッと食べたいよっていう時に、この太陽母さんのレシピを、うん、森永乳業さんにシェアしたら教えてもらったなんか豆知識があるってあそうだそうだいうことらしいです、はい、豆知識。そうだ、なんとパルメザンチーズにはカルシウムが牛乳の約10倍含まれているのだそうです。10倍っていうとつまりどんぐらいって感じなんですけど、どのくらいなんだろう。しかもその
牛乳をさコップによそうぐらいチーズを食べなきゃいけないわけじゃないらしく、うん、はい、パルメザンチーズだと一振りでカルシウムがプラスできるという、うん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 、ことらしい。成長期の子供には食べさせたいっていうイメージですよ ね、うん、ね、ただなんかこうなかなかなくなりきらずにさ、はい、期限を迎えたりしがちでもあるかなと思ってて、はいはいはい、このパルメザンチーズ確かに あと3分の1ぐらいがまだ残っていたみたいな、うんうん、でもこういうレシピ知ってあカルシウムすごい豊富なんだとかっていうちょっとインプットを得ると、うん、なんかいろんなところにもっと自由にかけてしっかり使い切れそうだね。本当だね、うん、そうなの。なんかね、うん、チーズで塩味があるから塩分取りすぎちゃうんじゃないかっていうんでなんかそんなに他に使ってなかったんですけど、うん、カルシウムっていう栄養があったんだっていうのがそりゃそっかって思うんですけどなんか目から鱗というか本当だ、ね、知らなかったことなのでなんかカルシウム実は大人も結構足りてないっていうこともお聞きしたので、うん、味付けついでに補給できるっていうのが素敵だなと思いました ね。はい、じゃあ太陽母さん本当に素敵なレシピありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次のお便りも読みましょうか。島根県にお住まいのラジオネーム森のしずくさんからのお便りです。私の好きな粉チーズの食べ方はズバリそばです。茹でたそばをざるにあげ水を切ってから温かいまま器へ移し粉チーズをどっさりかけます。そして塩昆布を投入最後にオリーブオイルを回しかけたら出来上がり。温かいうちにわちゃわちゃと混ぜていただくのがポイントです。一人暮らしをしていた頃の定番料理です。その日の気分でキムチや卵などのトッピングを楽しんだりオイルをごま油に変えてみたり違う美味しさが無限に広がります。ぜひとも試してほしいです。はい、島根県の森のしずくさん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。これも盲点でした盲点でした。初耳からの盲点です教えてもらわないと私生涯思いつかなかったかもですね。これ自分では絶対たどり着けないよね。パスタまでは自然なのにね、いや意外性もあるけど、これはあのいつか一人暮らしをするかもしれない息子に、うん、まだ中2ですけどあの家を育つ時は授けたいな。本当ですね。そば好きなんで。あ、そうなんだ。ええ、私さ、うん、これ実は、うん、あの塩昆布を入れないまた別のレシピなんですけど自宅に持ってる料理本の中で、うん、そのそばとめんつゆと、うん、オリーブオイルとパルメザンチーズを入れた飲んだ後の締めにいいレシピとして紹介されてたんですけど、あの家で息子と2人の時って結構チャランポランなご飯を食べることがあって、うんうん、あのキッチンでできた順に1個ずつはい前菜だみたいなサラダできた順に割とラフに食べるっていうご飯をやることがあるんですけど、その時にお米が足りなかったんです、うんうん、っていう時にそばが一束あったので、あそうだってあのレシピ思い出して作って食べたことがあったんですけど、それの記憶を今思い出しました。しばらく作ってないんですけど、オリーブオイルと、うん、そのそばってなんか香りがこう、うん、あるもの同士だから喧嘩するかと思いきや美味しかったんですよ。ね、そういうことなんですね。だから森のしずくさんのこの考えてくれてるレシピも、うん、塩昆布が相当キーマンな感じが、うん、お便り読んだだけでも、うんうん、なんか粉チーズに合いそうってなんか思うじゃないですか、直感的に。思う思うよね私たちもお腹空いてきちゃってるからのよね、ちょっとね口がちょっともういやいいね、うん、なんか今日こういうお便り読むとなんか純粋にそっかって気負わなくたって美味しいものって食べれるんだなっていうか、うん、料理のレシピって自由でいいんだなってすごい思うね。本当だね。覚えられるし、これだったらスマホにメモしなくても、うん、あれだったっていう家にあるものでパパって真似できるし、うん、嬉しいな、うん、はい、じゃあ森のしずくさん、お蕎麦のレシピもありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ最後のお便り読みましょう。東京都にお住まいのラジオネームケンジンさんからのお便りです。子供が小さい時はポップコーンの味付けにパルメザンチーズを使っていました。チーズ味のポップコーンは野菜プラスタンパク質といいように解釈しておやつの罪悪感を帳消しにしてくれました。子供は大学進学で巣立っていきましたが、一
人時間のおやつにまた作ってみようと思います。はい、東京都のケンジンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。次はポップコーンですって。そうだよ、ポップコーン、野菜とタンパク質、うん、そうだね、そうだね栄養だね、栄養だね。大学進学でもう巣立ったお子さんがまだ家にいた頃これを食べてたんですって。うん、切なくなるね、急にね。なんかそういう未来がうちにも近づいてきそうなので。もう足音が完全に忍び寄りまくりですもんね。忍び寄りまくりですね、ね、うん、でもそっか、これはうちも家族みんな大好きだろうな、味的に。絶対好きですよね、うん、絶対好きですね、しょっぱい系のやつ、ね。これはですね、誰もが真似できそうな感じな、うん、家でポンポンして、うんうん、ポップコーンを作ってかければいいということなので、会社でもこれはやれるじゃないかと会社でもいうことで、ええ、実はですね、はい、今日このチャポイコスタッフがこのパルメザンチーズをたっぷりかけたポップコーンを間に、あちあちのね、はい、はい、あちあちのポップコーンを作ってくれたんですよね、はい、食べていいの？実はさっきフライングで、ね、湯気が立ってるやつを食べて、ね、美味しい美味しいって言ったとこだったんですけど、ちょっとでも食べてみる、もう一回、うんうん、間違いのない味だよ、うん、なんかね美味しいね、これ止まらないよね、もう手をグーにして掴み取りたいもん今、それでこうやってガーって食べたいやつですよね、うん、そうね、サラサラサラって食べていきたいやつですね、うん、小さいお子さんとか、うん、大喜びの味なんじゃないかな、うんうん、でもビールのおつまみになりそう、これ。そうだね、冷えたら余計にそう思った。あ、熱々の時は、うんうん、もうちょっとおやつ寄りな感覚でホクホク食べたんだけど、うんうん、はいはい、一回冷めるとお酒に合うな、これあと胡椒、うん、胡椒を振りたいですね。黒胡椒ですか、うん、ちょっとピリッとさせても良さそうな感じがしました。味変になりそう。確かに、なんかチーズとか、うん、生ハムとか、うん、ちょっとスーパーで買ってきて、うんうん、ボードブルートレーみたいなのにちょっと乗せた時にその横に小さいガラスの小ボールがあってそこにこのおつまみが入ってたりなんか、ね、でも野菜とタンパク質だからね、これも罪悪感なく食べれる、食べれますよ。美味しいですね、これ本当。熱々もさっき出来たてせっかくってことでつまんじゃったんですけど、熱々も最高でしたね。やっぱ熱々いいね、うん、ぜひ皆さんこれもね、うん、すぐやれるおやつなので食べてみてください。 お試しあれ、お試しあれとか言って教えていただいたらいいですけど、はい、そうだよ、ね、自分から出てきたみたいな失礼しました、はい、これも全部お腹が空いてるせいですね、私たちね。そうですね、はい、あとこれに伴ってまた森永乳業さんが、はい、なんか教えてくれた、はい、豆知識2があるということですよ。パルメザンチーズは常温保存がおすすめって知っていましたか？ですって。知ってました？知らなかったんですよ、これは。すぐ買ってきたら冷蔵庫入れちゃってたんですよね、私も、ね、長年。そう、冷蔵コーナーで売ってる印象があるので、なんかそこからピックアップしたものは冷蔵庫にしまわねばって思ってたんですけど、教えていただいてるのが、特に開封後は常温で保存した方が良い、うん、なぜなら冷蔵庫からの出し入れで生まれる湿気、部屋との温度差がチーズの固まる原因になるからなのだそうです。開封前であれば湿気が入らないので、冷蔵でも常温でもどちらでも OK とのこと、うん、これはなんか正しい知識をちゃんと知らなかったね。知らなかった。私たちもむしろ開封後用冷蔵って書いてある調味料とか多くないです？あるイメージです、うん、ね、開封前は湿気が入らないから冷蔵庫でも常温でもいいけど、むしろ一回開けちゃったら常温がいいっていうことなんです ね。これが勘違いでした、私の。勘違いでした。長らく粉チーズは乾燥させて水分を飛ばしているので、冷蔵ではなく常温での保存が可能。いつもカチカチになったものをもうフリ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 して、うん、こうほぐしてからかけてたので、うんうん、あれ入れなくてよかったんだなっていうのを聞けて安心しました、ね、ということで、どうでした吉部さん、頼りいただいて。そばの味をまた思い出したので、うん、これはリモートで仕事する時のランチにささっと食べたいですね、うんうん、あ、いいですね、うん、確かにお家で仕事する日とか、そうそう、うん、茹でればいいだけっていうのは超助かるじゃないですか、うんうんうん、こ
これからちょっとこのそばレシピが加わってくるかもしれないということですね。はい、はい、でチャポエコスタッフが実際に今日このご紹介した3つのレシピを再現して作って食べてみたということで、記事ではそのレポートもお届けしていますので、ぜひ概要欄ですとか当店のサイトやアプリからチャポエコ最新記事を検索してこちらのレポートもお読みいただけたら嬉しいです。この他にも最初にお話ししたようにですね、読み切れなかったんですが本当にたくさんのレシピ宝庫ですね、でした。本当にありがとうございました。プレゼントの抽選にご参加くださった皆様の中から、当選された方には11月中旬までにご連絡を差し上げたいと思っています。ぜひこの機会に粉チーズのいろんな食べ方を楽しんでいただけたらなと思います。それでは本日のテーマとなるお便りに行きましょう。宮城県にお住まいのラジオネーム綿あめ県さんからのお便りです。佐藤店長さん、吉部さん、スタッフの皆さんこんにちは。いつも楽しいトークをありがとうございます。私には自信を持って短所と言えるところがあります。娘に時間病とネーミングされたこの症状は、時間に余裕がなくなるとイライラを他人にぶつけてしまうというものです。子供がまだ小学校低学年ということもあり、早く寝せなきゃとか、それまでに洗い物を片付けて少しでも自分の時間を取らなきゃなど、いろいろ考えてしまいます。6月には新しい仕事を始める予定で、今までよりも朝晩ともに家事に使える時間が減ります。私の時間病もよりパワーアップしそうで悩んでいます。時短で美味しい料理や家事をうまく手抜きする方法、どのようにして自分の時間を確保しているのか、おすすめよろしくお願いします。はい、宮城県の綿あめ県さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやそうですよね、わかります。時間病よね、本当に。だって綿あめ県さんもだと思うんですけど、どういうライフスタイルの方もなかなかこうめっちゃ時間に余裕あるなっていう方って、こうどんな立場の方もあまりいらっしゃらないような気がするので、この全員時間病にかかってるはずなのではないかと思うくらい、そうですね、やっぱり、なんか時間、実際は時間に余裕がないんだけど、それによって一番やっぱり余裕がなくなるのって物理ではなくても気持ちの方ですよね。気持ちの余裕がなくなるのが一番来るなっていう。そうですよね、しんどいなって感じるのってそれですね。そうですよね。でまだお子さんもね、小学校低学年でいらっしゃるということなので、自分のこともやんなきゃいけないし、子供のこともやんなきゃいけないしとかで、でプラスね、多分仕事とかっていうのがここから始まってくるということで、まあ、時短で美味しい料理とか、家事をうまく手抜きする方法、あとはどのようにして自分の時間を作っているのかみたいな部分で今日はご質問をいただいていて、さっきパルメザンチーズのね回でお便り3つ読ませてもらって、まさにあれはなんか時短おやつと時短レシピみたいな部分もあったかなとは思うんですけど、まあ時短というよりは簡単に気負いなくなんか真似できる、栄養もあるレシピみたいな感じだったと思うんですけど、はいね、なんか私たちもこういう風にして時短を意識していますとか、こういう工夫で自分時間を作ってますみたいに、なんとか術みたいなのってないですよね。そうですね、発表できるものは ないなと思いますね。思いつつどうやってんだろう、ね、なんかやってはいるんですけどないな。お話が終わっちゃう。なんか切り張りしてなんとかその日をしのいでいるっていう感じが結構、子供がすごいちっちゃい時はそんな感じでしたね。必死のパッチってなんか耳にしたことあるけど、必死のパッチね、本当それだったなと思って、ね、いやだから今日も生きたなっていう感じでね、いいんじゃないかなって思っててるとこあるんですけど、うまく生きたなとは思える日がないので、なんかコントロール自分でできた感がなく、追われて終わったっていうのがなんか焦燥するというか、その部分をどうにかしたいよなとは思ってましたね。そうだよね、なんかさっき話に出たように、実際物理的な
ていう以上にやっぱそれによって気持ちの余白がもう縮み上がっちゃうみたいなことがやっぱりあると、うんうんはい、やっぱ周囲の人にその機嫌の悪さをやっぱり自分も出すことになっちゃったりとか、うん、でそれに多分そうなる自分が嫌だっていうところまでやっぱりさらに行って、はい、でまた自分を責めてただでさえ少なくなってた心の余白がさらに縮み上がるっていうこの連鎖ってすごくありません？うん、あるね。ね、そこまで行っちゃうよね。その、うん、さらにその余裕がないことで行ったことやったことでへこんで、うんうん、また余裕をなくしてっていうそのループ、うんうんうん、なのでなんとかそこから救ってあげれるのって自分しかいなかったりもするから、うんどうしてるんだろう。吉部さん何か無意識的に聞かれてみたらこういうことあるかもみたいなのってありますか？なんか今は割とその子供が朝起きないとか夜寝ないとかあるもののだいぶ手は離れてるじゃないですか、うん、こうやってあげなきゃいけないことが話し相手になるとか毎日一緒に過ごしてるぐらいの感じになったので時間自体は本当に余裕が出てきたなっていう段階なんですけどこの小さかった時期っていうのは物理的に本当やることもいっぱいあったんだろうしあれもやらなきゃこれもやっとかなきゃとかこれも食べさせとかないととかこれで大丈夫かなみたいななんか分からなすぎてやりすぎてたなって今思うと思うんですよね。でご飯の点だけに絞ると結構コロナ禍で家族で家の中で過ごしてた時間がなんかそのやりすぎを切り替えるポイントになったというか朝昼晩ってみんなでご飯食べて過ごすとなんかその日の必要な量とかなんか分かってくるじゃないですか。なんとなくこの日本の家庭で育つとこういうのが昼ご飯で朝ご飯で夜ご飯っていうなんか定型みたいなのがあるなって思うんですけどなんかうちの家族そんなにいらないんだっていうことに気づいたというか、うんうんうん、そんなにいらないで、うんうん、品数とか量みたいなあそうですそうです、うんうん、しっかりあんなに昼食べたから夜6時7時になったらそんなお腹減ってたよねっていうと軽いもので済ませてそれでよしってなってで今日お粥食べたくないみたいなので、うんうん、お粥をメインにしてサイドはなんかちょこっと乗せるだけとかスープみたいなのにしたら眠りやすかったりお腹いっぱいにならないっていうのはすごく心地いいなって感じられたりあもっといらなくしてよかったんだっていう、なんかみんなで外で動いて夜家に集合するとなんか栄養取らせなきゃ夜って思っていろいろ頑張るんだけど見えないじゃないですか日中の動きが。でも見えたことで本当にそんなにいらなかったわっていう自分も含めて別に罪悪感とかじゃなくて満足できてるからそうできてるようになってるっていうことなんだよね。そうそうそう多分吉部さんが言ってくれてることってこれで十分っていうのがみんな分かったっていう、うん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 、なのでたまに私が気分よくっていろいろちょこちょこ作るのもイベント的にあるじゃないですか、ね、あるある。私もこの間突然プルーンを煮たからね、うんうんうん、ああいう日ってなんか急に訪れるよね。年に2回ぐらいなんかあ今日なんか一日家にいたしちょっと気分転換にキッチンちゃんゆっくり立ちたいなって思うと品数が増えると、うん、それはやらなきゃって思ってやるのと違うから気分転換になるしわ今日ごちそうだねっていうなんか多分それが普通のコロナ禍以前の食卓だったものがごちそうに変わってるっていう、この家族が新鮮な感じで喜んで食べてるのでそれも嬉しかったりして、うん、でできない時はもう本当にできないので今日ちょっと疲れちゃったからこんな感じにしたんだなんか足りなかったらこれとあれでやってみてみたいな自分で食べるよう調整してみたいなものをドンって置いとくみたいなので、うんうん、よしってなみんな納得ってなってるのでなんだろうできない時にできるようにめっちゃ頑張ってたんですけどでもそれも必要だったなとは思うんですけどなんかやりすぎてたから、うん、抜いてもいいんだが分かるようになったっていう感じかもしれないです。バランスがそのなんていうか両方の振り幅を経験したことでっていうことか、うんうんはい、いきなり手抜きってできないもんね、まあ、でも確かにねでもそれってなんか全部一緒だね料理だけじゃなくてなんかそうなんですよ何もかも、うん
仕事も人生も全部そうだね。なんか頑張りすぎてそのいる時期があって、うん、抜き方が分かったりとかと通じるね。私もなんか子供が小学校だった時とかでなんかいろいろ思い出すけど、あれ高健哲さんだったかな、作りたい気持ちはあるのに、うん、ご飯作りが苦しくなったあなたへみたいなタイトルの本があって、うん、はい、私のことじゃんみたいになって買ったりとか、うんうんうん、あと正確なタイトルはちょっと違うかもなんですけど、お味噌汁だっておかずですっていうタイトルの本に、うん、はい、もう吸着するように手に取って、うんうんうん、でトマト入れたっていいんだしこれ入れたっていいんだしっていう、うん、だから一品そのお味噌汁っていうものの中にお肉だってお魚だって野菜だっていろいろ入れちゃっていいんだよっていう、うんうん、なんか本を書いてる料理家さんがいらっしゃって、はい、すっごいそれを読んで自由な気持ちになったりとか、うん、なんかやっぱり自分で自分をちゃんとしなきゃの檻に閉じ込めてることって、うんうん、本当数え切れないほどあるので、あ、今日具沢山の味噌汁作れたイエーイみたいな、うん、なんかそれって何て言うんだろう、家族に対しての都合のいい押し付けとかではなくって、本当にそれぞれがそれぞれ一生懸命やろうとしている表現の一つというかかなと思っているので、うんうん、でもなんか頼り先があるとちょっと楽になるよなと思ったりしていて、うん、今日何食べたらいいか分かんないし作ろうとは思える体力あるからいいんだけど、でもあのスーパー巡ってもアイディア出なそうっていう時は、うん、あ、今かぼちゃが店頭にいますねって思ったら、うん、あのちょうどカゴが置いているあたりで、うん、隅っこによってかぼちゃレシピ豚肉とかなんか入力してみるんですよ、うんうん、そしたらわーって出てくるので、その中でこういい、ね、ときめいた写真のもので材料を見て、あ、これなら簡単にできそうって、それをまんま作るわけじゃないかもしれないんですけど、簡単にできそうっていう気持ちが欲しいというか、うん、じゃあかぼちゃと豚肉買って帰ろうみたいな、今日はそれで、あと味噌汁があればいいかと思って帰ったりとかしますね、うんうん、そっかそっか。あとなんかその時間っていうご質問もいただいてて、術は本当にないですけど、あの息子が小さい時、私土曜日の夜にスーパー行ってたんですよ一人で、うんうん、だいたい1週間分の買い出しって今は日曜日に行くんですけど、うんうん、土曜日の夜8時ちょい前の閉店間際のスーパーに一人で会えて、うんうん、行くとすっごいお客さん少なくて、うん、もちろんなんかこう旬のものの在庫が減ってたりっていうことはあるんだけど、うん、でも十分その残ってるから、はい、なんかそこでゆっくり1週間のどういうものを作ろうかなみたいなのを想像して買うみたいなことをすると、日曜日をできるだけご飯作り以外はまるっと開けようプロジェクトみたいなのを自分の中で立ち上げて、うんうん、掃除機とか音が出る以外の家事を土曜日の深夜にねやっちゃったりして、夜家事とかっていうとすごい夜家事張り切ってやってる感じに聞こえちゃうと思うんだけど、うん、まあ、マジで適当ですけど、うんうん、あの本当ゆるっとちょっと掃除しとくとか、うん、そう、歯磨きしながら歯磨きに集中したらいいのに鏡拭いとくとか、あ、なんかながら家事的な感じ、そうそう、うん、と思う、なんか手垢とかをなんかついてるわね、うん、思うと、うん、でそっちの方に掃除の方に気合が入り始めて、ずっと歯ブラシをうんって加えたまま、うん、なんかこう拭き続けたりとかそのなんか絵面を今想像しちゃったスイッチしちゃうんだよね、うんうんうん、はい、という感じでね、あの渡辺健さんからお便りいただいて、ちょっと今日はこんなお話をしてみましたが、私もいろんな本買って読んだりしてる来たよね、その料理もそうだし、うんうんうん、なんか家事とか生活術みたいな、うんうん、でもちろん、あ、これ真似しようって思ってやってることもあったりきっとするし、役立ってることはめちゃくちゃ事実なんだけど、はい、ただやっぱりなかなかこうそういったなんて言うんだろうな、ティップスというかこういうふうにやるっていうことで解決できないこともやっぱりあったりしているので、いまだにね、なんか難しいね、難しいね、うん、
今夜のインターネットラジオチャポンと行こうはここまでです。皆さんお湯加減本日いかがでしたでしょうか。吉部さん今夜のお湯の温度は何度でしょうか。はい、今回はクラフトパルメザンチームチーム最後まで言ってないですよ。最後までそんなに難しい言葉じゃないのにね。なんでだろう。チームチームパルメザンパルメザンチーズの回でしたけれども、はい、何度かな、何度だろう。お腹すきすぎちゃって、もう温度では例えられない状態だよね。そうなのよ、早くご飯食べたいね、うん、41。はい、じゃあ皆さんの気分が少しでも今日も緩まると嬉しいです。番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて YouTube や Spotify などでも配信をしています。ぜひご自分のライフスタイルにフィットしたプラットフォームでお楽しみください。引き続きお便りも募集中です。サイトやアプリでチャポイコ最新記事を検索していただき、ページ後半にあるバナーよりお送りください。 Spotify などの場合は説明欄のリンクからお便りフォームに飛ぶことができます。全国のチャポラーの皆さん、お便りお待ちしてます。次回のチャポンと行こうは11月17日日曜日の夜20時を予定しております。それでは明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。北欧暮らしの道具店店長の佐藤とスタッフの吉部こと青木がお届けしました。それではおやすみなさい。おやすみなさい。もしも私の星があったら、そこはどんなところだろう。夜空見上げ光る粒数え、帰り道を行くその先にある、誰も触れない場所。荷物置いて髪をほどいて、素足で土に降り立つ。心一つ私のための季節。